ヨッシーさ、はい。僕を、うん。驚かせてください。わっ！はい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 。そんなんじゃ哲学は始まりません。皆さん音量大丈夫だったでしょうか？ね、急にヨシノブが規制を上げるもんだから。いや、驚かせてって言われたらね。ねえ、ね、知的なことはできないから、はいはい、もうわーかな、でもわーって言うんだったら早く言わないとわーでしたね。あ、そんな考えさん、あの一瞬に一瞬でちょっと、あ、すごいね、はい、頭を働かせたんだね。わー以外なんかあるっけー、わー、ね、出なかったんだね。出なかったんで、出なかったんだね。今日はね、驚き、うん、驚き桃の木というのをね、山椒の木というのを、山椒の木というのをね、はい、なんか喋ってこうかなって思うんだけど、はい、わかりました。この前さ、はい、失望したことがあって、なんだろう、自分に、あ、自分に、自分にかな。なんか失望っていうか、がっかりっていうか、うん、あーみたいなね、うん、ちょっとがっくしみたいなのがあってさ、はい、うん、僕お笑いがね、はいはいはい、大好きなんですよ。大好きですね、よく言ってますね。で、まあ結構前にはなりますけど、うん、コントの大会、はい、キングオブコントというのがありまして、うん、はい、でそれをね、僕は見てたわけなんですよ、うん、楽しく見てたんですけど、はいはい、ちょっとある一つのコントで、はい、はぁーってなってしまったことがあって、ほう、失望、はい、まあね、僕自身ですよ、僕自身に、へ、そのコントがなんかこう、はい、なんだろうな、つまんなかったとかではなくて、めちゃくちゃ面白かったんだけども、今まで哲学の勉強してきてしまったせいで、はい、このコントの面白さがちょっと見えづらくなっちゃったなという、ね、あー、なるほど、のがありまして、なるほど、色眼鏡がかかっちゃってる、そうなんだよ、気づいたな自分で、そう、あ、それがね、あのヤダンというヤダン、お笑いトリオのコントなんですけど、はいはい、あの3人組でね、トリオで、うんうんうん、結構去年もキングオブコントの決勝に出たのかな、あ、じゃあもう実力者ですね、もう実力者でベテランで、はい、もうめちゃくちゃ面白いと、うん、で僕は去年そのヤダンさんのコントを見て、うん、すごい面白いなと思ったんですよ。ヤダンさんね、はい、トリオ3人組のお笑い芸人なんですけども、うん、はい、ロングサイズ伊藤さん、ロングサイズ伊藤さん、はい、本間キッドさん、本間キッドさん、中島徹さんの3人組でして、はい、なぜカタカナのつけなかったの最後で、これね、本間キッドさんがちょっと、はい、ケシカスくんに似てるんですよ。ケシカスくんって、ケシカスくんって知らないですか？はい、コロコロコミックかな僕がなんかね、朝テレビ東京っていう番組でおはスタっていうのやってて、そことかで確かねケシカスくんっていうアニメやってたんですけどこれに似てるんですか？ちょっと雰囲気、まあ、雰囲気似てないですかこんなデフォルメされたケシカスくん、まあ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 、ちょっとこう、ね、雰囲気分かっていただけると思うんですけど、目もフィッてなってる感じ、目もフィッてなってる感じ、で、まあ、こっちの、おそらく中島徹さんが、はい、ちょっとまあ、コントの中でも、うん、ちょっとサイコパスっぽい役回りをする宣材写真もそんな感じですね、うん、感じなんですけど、うん、彼らのね2023年のキングオブコントの決勝を持ってきたコントは、はい、1戦目かな、1戦目で持ってきたのは劇団、うん、劇団のねコントなんですよ。劇団を舞台にしたコント、はい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 、でなんかその劇の稽古、演技の稽古をする、うん、でめっちゃ厳しい先生が来て、うん、で灰皿をとにかく投げつけてくるみたいな、あ、昔ながらの、そうそうそう、昔ながらの人で、はい、言葉がね難しくて、うん、そのどういう表現をすれば正解なのか分かんないけど、あ、はいはい、それを間違えてしまうと灰皿を投げられるっていうなんかその緊張感を帯びたコントで、はいはいはい、なんか途中なんか灰皿がなんかペラペラの灰皿からなんか殺人に使われるようなガラスのでかい灰皿に変わったりして、なんかこれこの言葉を理解して演技しないとこのガラスの灰皿投げられちゃうみたいな緊張感があるまあコントですごく面白かったんですけど、そこでね演技の先生、厳しい灰皿を投げる演技の先生が言うんですよ、俳優の卵たちにね、この演技は、うん、タウマゼインで言ってくれと、ん？タウマゼインで来い、あ、難しいってそういう感じ、なんだそれ、うん、なんだそれってなるでしょ、うん、でそうすると、はい、その観客慶喜は、はい、その分かんない劇団員と同じ境遇なんですよ、うん、そうだね、え、タウマゼインって何、うん、
ってなるでしょ。なりました。哲学やっちゃってると知ってんのよ。タウマゼインって言葉あるんですか、ね、あります。 ある言葉なんだ。あります。あ、そうなんだ。あるんですよ。あ、なるほど、そういうことか。そうなっちゃうと、うん、もう劇団員のあのオホマキッドさんに感情移入できなくなっちゃうんですね。あ、そういうことか。単純に、うん、でも確かにありそう、ありそう、うん、あ、うわ、知っちゃってるその言葉っていうのがあって、はいはい、じゃそこがね、なんか僕的には僕が残念だった、うん、あ、なんか知らないで置いとけばよかったなみたいな ね、 ね、なんか、あ、知ってると思った後に、あ、これでも知ってると思うと面白くないとか、もうそういうのもうにゃうにゃ考えてるうちにコントは進めますからね。うん、あ、でこれね、古代のギリシア、まあ、そのプラトンとか、うん、アリストテレスとかがね、うん、使ってたのがタウマゼイン、タウマゼインってやつで、はい、まあ、日本語に簡単に訳すと、うん、驚き。おー、うん、でそのね、劇団員の師匠が、うん、演技コーチがあの、まあ、タウマゼインタウマゼインって言ってて、うん、もう本間キッドさんがね、はい、意を決して聞くわけですよ、はいはい、すいません、タウマゼインって何ですか、うんうん、って言うと、うん、すごい簡潔に教えてくれて、うん、知的探求の始まりとなる驚きだよみたいな。おお、そうなんだ。実際あのこれね、めちゃくちゃ簡潔な定義で、なんかすごい言い得て妙だなって思ったんですけど、はいはいはい、同じ文言を僕ウィキペディアで見つけたんで、多分ウィキ由来のウィキ由来のセリフだと思うんですけど、はいはいはい、じゃあこのタウマゼイン、うん、あ、一体何なのかみたいなことをね、うん、まあ、ちょっと今日はなんか喋っていこうかなと、ゆるくね、わかりました、喋っていこうかなと思います。はい、岩波持ってきましたあ、持ってきちゃいましたか。プラトンのね、はい、テアイテトス、テアイテトス、テアイテトス、はい、テアイテトスとアリストテレスの啓示上学、はい、来ましたね。青、青ですね。分厚い、分厚いですね。上巻ね、さあ、上下なのか上中下なのか、それが問題だ、ね、上下ですね。上下か、あ、よかった、上下です。まあ、よかったっつっても、はい、この分厚いですけどねはい、でまあここの本からね、はい、そもそもタウマゼインをどういう風に使ってんのかみたいなね、うん、さっき知的探求の始まりとなる驚き、うん、っていう風に言ったんですけど、はい、ちなみにさっき挙げたコントでは、なんか家に帰ってきたら同棲してた彼女がいなかったみたいな、うん、その演技をしろみたいな、その彼女がいないという、はい、これもね、あの不在とか、はい、無みたいな感じでね、はい、存在論的なテーマなんですけど、そこに対して、知的探求心を始めさせるような驚き、驚きをしろ、しろと言ったんですか、うん、彼女がいないということに対してタウマゼイン、知的探求、知的探求って言われたら、ね、が始まる驚きの演技をしろって、最初はね、なんか浮気してんのかなとか、そういうことじゃなくて、うん、知的探求だったらもう本当存在論、ユミコだったかな名前ユミコ、そう、ユミコがいないみたいな、なるほど、知的探求をしろってことか、うん、そう、ちょっとやってみていただけます、ね、知的探求の驚きですか、そうユミコが帰ってきたら、ユミコがいないをタウマゼインでやってください。ガチャ、ただいま、こんなんで感じないですか、ね、全然違う、全然違う、なんか僕のイメージでは今俺もうこれ手合い手とす投げそうになったもん今いや僕のイメージではやっぱりなんだろうな、違うって言ってんだろうって、驚きながらもう、うん、ここから知的な探求が始まるというワクワクがあることを表現したつもりで、うんうんうん、であの口の中の環境が今最悪な状態で全力で表情筋で引っ張ってったんですけどあ、今ね、あの違いますね、はい、今のは自転車に乗ってる間にあの小虫が口の中に入ってきた時の驚きでした嘘嘘、今のは全然タウマゼインじゃなかった、ゆる生態グラジオやってますけど、僕そんな喜びみたいな感じないですよ口の中に虫が入ってきたとしてみたいな、そんな感じだったんで、あ、なるほど、やっぱ吉永はちょっと演技が、ね、演技ね、ちょっとあんまり上手くないですね、下手ですね僕は昔から、はい、まあじゃあそのタウマゼインね、今吉野がうまくできなかったタウマゼイン、はい、まあ、じゃあまずプラトンがね、うん、まあ、どういうことを言ってるかと言いますと、ね、これちゃんと言った方がいいのかな、ステファヌス版のね、155の D にね、哲学書ならではの引用の仕方が、ありますけども、はい、テアイテトスっていう、まあ、若者がいて、うん、でその人とソクラテスが、うん、知識とは何だろうかみたいなことを、まあ、議論し合う場所なんですね、うん、はいはい、でね、このテアイテトスの最初が、なんかテアイテトスなんかさっき死にそうだったよみたいな話が始まるのよ、うん、なんか戦争から帰ってきたら、うん、
なんか病気にやられて傷も受けてて、はあ、今にも息絶えそうだねみたいな。あらららえ、それはこの国にとってなんか重大な損失だねみたいな。うん、で手相手とすってなんかどんなすごいことしてたっけみたいな。そういえばあのソクラテスとなんか十分に議論し合って知恵を深めていたよって、はいはいはい、そのなんか議事録みたいなの俺取ってあるからさ、ちょっと読もうよ。あ、そういう始まり方をする。面白いね、面白いね。でポワワワワーンってなってソクラテスとテアイテトスが、まあ、出会ってそこで話をすることから始まるんですけど、テアイテトスとかそのプラトンの対話編ってすごい難しい、うん、そうだし、実際パルメニデスとか、ソピステスとか難しいのもあるんだけど、うん、これね最初のねなんか導入のところはなんかソクラテスの言い癖とかさえなんか慣れちゃえば、うんうん、結構ね読みやすいんですよ。あーへー、なんか なんでこんなこと言うんだろうなみたいな感じに言うんですけど言ってること自体は、うん、そんまあその言い回しとかはいろいろあれど、そうそうそう、そんなにまあ難しくない。そう、本題に入っちゃうとちょっとこう議論についていくのが難しくなるんだけどはいはい、はい、まあでもね、なんかその導入のところとか結構面白くて、はいはい、あのねテオドロスさんって人が出てきて、これ全然覚えなくていいです、はいはい、なんか幾何学をやってる先生なんだけど、そのテオドロスさんがソクラテスに会って、うん、顔がね、ソクラテスあなたにそっくりのすごい賢い若者がいるんですよみたいな、うん、あそこにいるからさ、あちょい来いよみたいな、うん、ソクラテスさんとちょっとお話ししないよみたいな感じでね、うん、ソクラテスにそのテアイテトスを紹介するんだけど、うん、そしたらソクラテスが急に、うん、君がテアイテトスかと、話は聞いてるよと、うん、さて君と、うん、ここにハープかな、盾事があります、はい、ことがありますと、はい、でそれがそのそういきなりよ、いきなりここに2個ことがありますと、はい、このことがどっちも調弦が合ってるかどうか、調律が合ってるかどうかっていうのって、うん、合ってますよっていうふうに言われた場合、他の人から、うん、この2つのことは調律合ってますよっていうふうに言われたら、うんうん、あなたはそれ信じますか、それとも一回調べてみますか、うん、どうって相手とすくんと、吉野ブトスくん、吉野ブトス君はどうしますか。いろいろ考えちゃうね、うん、まあ普段の状況だったら、うん、あそうなんですねっつって信じてやりますけど、うんうんうん、目の前に、うん、あの試さこの試されてる状況であればとりあえず自分で調べるって言った方が無難なのかなとか考えちゃいますね、うん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 、テアイテトスも、うん、まあ、調べてみるよと、うん、いうふうに言ったんですよ。でも、うん、じゃあその合ってるよって言ってくれた人が、うん、もしその音楽にすごい心があって、うん、例えばゆる音楽学ラジオの浦下さんがこの2つのことはどっちも調律合ってるよっていう風に言ってくれたら、はい、あなたはどうしますか。いやまあそれを僕なら信じますけどね。だって音楽のセンスないでしょ。ないです。だから浦下君の言ってるのにさ、うん、従うしかないじゃん。従うしかないです。それがもし俺が言ったらなんかこれね、多分合ってるわみたいな。ああ、まあそれは、うん、あそうなんだって、時宏さんの、顔を潰さないようにしつつ一応自分でもポロロって聞いてみるっていう感じですかね。ね、はい、一回こう試してみるでしょ、はい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 、自分でもさ。ちょっと聞いてみるかもしれないです。ね、で、あのそこでソクラテスは言うんですよ。うん、じゃあ君の師匠のテオドロスという人は、うん、何に知恵がある人みたいな、うん、いやそれは幾何学とか、うんね、天文とか、うんうんね、そういうあの音楽とかそういうのに詳しいですよと、はい、でじゃあテオドロスさん肖像画って得意みたいな、うん、いやでも師匠が得意なんて聞いたことないっすわ、うん、みたいな感じに言って、そんな人がソクラテス、僕ソクラテスと君テアイテトスの顔そっくりだって言ったんだけどこれって別にたわいもない信じなくてもいいことだよね。おお。って言うんすよ。めんどくせえ人だな。ここねちょっと一応ソクラテス構文みたいなのをね。うん、ソクラテス構文。あのあるんですけど、はい、こういうねちょっとね長ったらしい言い回しするんですよ。はい、従って、はい、その言われることがだから似てるみたいなね、うん、ことが、ちなみにソクラテスは不細工というか。あんまりかっこよくなかったという。あ、そうなんだ。はい。なんか目が飛び出てて、鼻が上を向いているみたいなね。なんかそういうのもあるんですけど、はい、まあそういう似てるっていうふうに言われることが、うん、何か称賛の意味であるにせよ、また非難の意味であるにせよ、うん、
僕たちは肉体の何らかの点で似通っている、うん、似ている、うん、肉体が似ているというのであるならば、うん、テオドロスさんのことを気に留めたりするのは全然無意義なことだと。なんか似てるって言われて紹介されたけど別にこれって無意義だよね。だってテオドロスさん肖像画のセンスないんだもん。何をもって似てるって言ってんだいと。よっぽど顔について触れられるのが嫌だったんでしょうね。ね。そんな切れなくてもね。でその後にただその称賛、うん、似てるっていうのが顔じゃなくて、うん、知恵、うん、知恵だったらどうですかみたいな。それはテオドロスが似てるっていうのも、うん、そのテオドロスさん頭いいから、うん、似てるっていうのもまあそんなに信じられないことじゃないよねみたいな感じで議論が始まる。結局ねそこでバイバイじゃなくてね、うん、まあとはいえまあ知恵だったらって言ったそうそうそう。だからまあ話すこと自体はやぶさかではないけど、うん、顔に触れたことはちょっと嫌だったんだろうね。そう俺と似てるって言われて相手もちょっと気がどうかなみたいなね。そう。なるほどね。ソクラテスの、その、そういうのもあったのか、うん、自意識として似てるかどうかっていうのも、まあ問題だったと思うんだけど、うんうん、まあなんかそういう始まり方をするんで、意外と面白いんですよ。そうだね。テアイテトス。サクッと本題入るよって思うけど、ちゃんとそういうとこ書いてるのね。ずっとね、なんかね、いちいち許可取ったりとかさ、いちいち、なんかね、私はあの木の下で話すのが、いいと思うんだけれども、君はどう思うみたいなことを聞いてから一向に問題ございませんみたいな感じで言ってじゃあ2人で歩いていこうかみたいな感じでねあ始まったりもね。まあだけど確かに情景が浮かびますね。ちょっとなんかやっぱ入り込みますね。そうなんだよ。だからね、うん、結構ねプラトン面白い本をね書きます。でまあいろいろ知識とは何かみたいなことをやっていく中で、うん、なんかこうテアイテトスがね知識とはこういうものだと思います、うん、ソクラテスさん。でソクラテスがその考えは答えになってなくないみたいなのとか、それは確かにみんなそう思ってることだし、うん、君もそこで聞いたのかもしれないけど、うん、でもこれってこういう問題があるよねうーんっていうね感じで詰めていくんですよ。うん。でそれに対してテアイテトスが155の C あたりねあるところなんですけど、もうね分かんなくなっちゃったとソクラテス一体これは何なのかしらと、私は人方ならず驚き怪しんでいる次第なのです。お驚き怪しむってのはまた難しいね。難しいな、はい、で今ね着目してくれた驚き怪しむですけど、うん、ここでタウマゼイン出てきます。お、なぜなら実にその脅威タウマゼインの心こそ知恵を愛し求める者の心なのだからねと。つまり哲学の始まりはこれより他にはないのだ。へーというふうに哲学の始まりって、うん、驚き怪しむそのタウマゼインにあるんですよ、うん、と、はいはいはい、いうふうに言ってます。驚き怪しむか。驚き怪しむ、うん、なんかでも状況としてはなんか何ですかね、驚き怪しむ難しいね、うん、なんかでもあれですよね、じゃあ俺どうしたらいいんですかっていう、俺はこれから何を喋ればいいのみたいな困惑混じりの感じですよね、うん、なんかそう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 、うん、そういう感じなんですよ、うん、まあこれねちょっとこうここでちょっと置いといて、はいはいはい、次ちょっと、ね、アリストテレスがどういう文章を書いてるのか、同じね、そう同じタウマゼインだけどね、はいはいはい、うん、まあ別科番号で言うと982の、B のね、10から20のあたりですね。だそうです。はい。これでね、うん、これは、まあ、デュケイオンという、うん、まあ、学園、学校をアリストテレスが開いて、はいはい、まあ、そこでの講義録というふうになっているので、はい、さっきみたいななんか話し言葉じゃなくて、うん、なんかこう、つらつらとね、うん、書き言葉で記されておりますが、まあ、はい、これもね、なんかね、知恵。についてどんな知恵がありますかみたいな話をね、はい、してて、まあ、ここでは一個一個触れないですけど、うん、そこでね、けだし上位することによって人間は今日でもそうであるが、あの最初の場合にもあのようにはい、はい、フィロソフェイン知恵を愛求し哲学し始めたのであると。ただしその初めにはごく身近の不思議な事柄に脅威の念を抱き、それから次第に少しずつ進んで、はるかに大きな事象についても疑念を抱くようになったのである。
これね、あのこれアリストテレス構文ですよ。指示語がいっぱいありすぎて何を指してるのか分かんない。あれそれどれなんだっていうね。そうね、聞いた。だってあの最初の場合にもあのようにもうそこで一瞬ちょっとえっと思ったけど一回考えるのやめました、次行かなきゃと思って、まあだからこれをねちょっとこう切ると、脅威することによって人間は哲学し始めたのであるというふうにシンプルにまとめるとね分かりやすいかもしれない、はい、だから身近なね不思議な事柄になんかこう脅威、驚き、怪しみ、で、それをねだんだんとあこれも不思議だな、これも不思議だなっていう風になってってどん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 こう事象を大きくしていって哲学っていうのは始まるんですよと、いうのがねアリストテレスの話です、まあでもなんか言ってることは分かる気がしますね。プラトンのテアエテトスにも、アリストテレスの形状学にも、同じことが書いてあります、哲学の始まりは、そうだね、驚きタウマゼインであると。タウマゼインであると、はい。タウマゼインしてますか？タウマゼインしてますか？タウマゼインしてますか？私今ちょっと、あのプラトンさんが言ったような今、タウマゼインしてる気がしますけど、お、何何、まあ、困惑してる感じですか？それただ怪しんでるでしょ。怪しんでるだけ。怪しんでる、まあ、驚いてないね。驚いてない。驚いた。驚いてね。はい、ただただただえっていう感じですけど、はい、じゃあどういう驚きがじゃあこういう哲学を始めるような歓喜するものになるのかというのを、まあ、分かりやすくというか、はい、大雑把にまとめるとね、はい、驚きって2種類あると思うんですよ大体、はい、もう本当にざっくりですけど、分かったっていう驚きと、はい、わからないっていう驚きがあります。で例えば一番最初に僕が慶喜に驚かせてくださいって言って、はい、うわーって言ったでしょ、はい、わーだったかな。そんなだらしない言い方です。もっとかっこよく言ってましたね、はい、あ、そんな言い方でしたっけ、はい、ちょっと僕にはそう聞こえたんですけど、はい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 、で言うじゃない、はい、でそれを驚かすために大きな声を上げるっていうのは、あなたは自分のこの存在、横にいますよっていうのを僕に知らせようとしますよね。ああ、そういう見方。なるほど、はい。驚かせて大きな声を出して、まあ、俺は横にいるぞっていうのをさ、言ったわけでしょ。ああ、そうかもしれない。はい。だからあのうわっていうのは、はい、慶喜を明らかにさせてるんですよ。僕に分からせてるんです、それ。確かにね。だからうわ、分かったっていう驚きが生まれるわけです。確かにいるって分かった状態であれば確かに驚き実際減るしね、うん、全く誰もいないと思って後ろからわーって言われたら、うん、まあ、単純にねびっくりするっていうのもあるけど、え、いたんだみたいな驚きも確かにあるから、うんうんうん、まあそれは確かにある気がするね。そうだからなんか誰もいないなって思って、うん、帰り道、うん、ちょっと鼻歌歌いながらやってたら後ろから自転車がスッて抜けてった時のあの、あー、あー、いたんだっていうのは分かったっていう驚きですね。はいはいはい。あ、なんかね、ハイドゥンの交響曲驚愕っていうのもあるんですけど、はい、あれも分かったっていうタイプの驚きですね。ハイドゥンって言うんですか。まあ一般的にはハイドンって呼ばれることが多いんですけど、はいはいはい、ちょっと僕の大学の先生があれはそのスペルが HAYDN YDN、 はいはいはい、だからハイドンはおかしいと。あれハイドゥンだ。ハイドゥンだと。あれハイドゥンだって言って、なんかすごい力説してたんで僕は覚えそれを、はい、覚えて、まあ、ハイドゥンっていう風に言ったんですけど、交響曲第94番驚愕、ということですけど、これね、昔トリビアの泉でも紹介されたのかな。ほう、なんかコンサートに行くとさ、寝ちゃうじゃん。寝ちゃう。その寝てる観客を起こすための曲。なんそれ。そうなんだ。そう、知らなかった。なんかファンファンファンって弾いてる間に急にデンってなるっていう曲があって、はいはいはい、それね、僕あの中学生の時に親に買ってもらった電子辞書の中になんか音楽聴けるやつがあって、はいはいはい、クラシック音楽が、それで聴いて、おお面白いっていうふうに思った記憶があるんですけど、へ、これも分かった系の驚きなんですけど、わからないっていう驚きもあるんですよ。うわ、これわかんねえ。ああ、なんかっていう驚き。かっこいいな。はい。したことあります？わかん
ないっていう驚き、うん、そこにあれはいらないですか？喜びとか悲しみの感情いらないですか？いらないっす、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、うん、行ってみてよ。僕はあの昔猫飼ってて、うん、猫がでもあの事故で死んだんですよね。あら、かわいそうに。そうでございますか。で、まあ、別に何か生きるとか死ぬとかに関してすごい強固な自分の信念があるとかじゃないんですけど、うん、なんとなく良いことをして、うん、良い行いをして人生とかをね暮らしていれば、うん、まあ、良い終わり方を迎えるんじゃないかと、はい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 、いうようななんとなく思って生きてたわけですよ。そこまではね、そこまでは別に、うん、特に、まあ、あの何か理由があったとかじゃなくて、なんとなくじゃないですか、よく皆さん行きましょう、うん、でもなんかそれの方が良い人生が送れるよみたいな。まあね、こうやって普通に生きてて、まあ、暗殺されて終わることはねえだろうっていうのはね、はい、思うわけじゃないですか、うん、まあ、普通に布団の上で死ねるかなみたいなのね、普通に思いますよね。そうですよね。で、うちの、まあ、猫ちゃんですけど、うん、まあ、猫ちゃんだって裏でどんな極悪なことをしてたのか知りませんが3億円事件の犯人かもしれない実はそうかもしれないけど、まあ、少なくとも僕が知ってる範囲では、まあ、ものすごくいい子だったわけですよ、うん、けど最後はやっぱり事故で結構かわいそうな死に方しちゃったんですね、うん、はいはいはい、僕はあのもう東京に出てきてたんで直で死に際を見れたわけじゃないんですけど、うん、もうぺちゃんこになっててギリギリ生きてるみたいな状態だったって、うん、まあ、母から聞いたんですけど、なんかそういうのとか、あとはまあ、 まあ災害とかでね、僕は災害で身内の人を失ったとかあんまりないんだけど、まだ、うん、その、まあ、同じような状況かなと、なんかなんでうちの子が、はいはい、とか、なんでうちのペットが死ぬのみたいなのは、なんでしょうね、それまであんまり考えたことなかったんですけど、なんでしょう、分からなくなったというか、はい、なんでなんだろう、まあ、これでも答えないんですけど、タウマゼにしてるね。なんか、それはあったかなと思いますね。悲しい方ですけど。タウマゼってる。タウマゼってます、うん、なんか、タマゼってるわ。これを多分深めていくと、うん、哲学始まりそうですもんね。なんか始まりそう。そうですよね。始まりそうだよ。うん、だそういうのがね、わかんないっていう動機なんですよ ね。このなんか、自分がこのまま普通にいいことをして、うん、誰にも迷惑かけずに大きくなったとしても、うん、急に終わることがあるんだなっていう、その未来のわからなさに驚く。うん、そうだね。そうだね。未来のわからなさだな、うん。確かに。みたいなのが哲学の始まりなんですけど、はいはいはい、じゃあ例えばプラトン、はい、何が分かんなかったと思います？プラトン？プラトンには何が分かんなかったの？何が分かんなかったか、なんだろうな。プラトンもだって哲学の始まりはタウマゼインだって言ってるんだから、うん、何かに驚いてたはずですよね。何かが分かんなくて驚いてたはずなんですよ、プラトンも。まあ今の流れで聞いてプラトンが分かってなさそうなのは、うん、まあ容姿の美醜ですかね分かってなさそうですよね。まあそれは、うん、なんかみんなに言われてるけど、うんうんうん、俺はそうは思わないんだけどという自尊心とが、はいはいはい、あの最初の挨拶をこじらせた原因だったんで多分なんかそこら辺の感覚分かってなさそうだなと思いますけど、うん、それはタウマゼってないな。タウマゼってないか。その驚きはタウマゼってないな。違うか。うん、ソクラテスってブサイクだったんだっていう驚きじゃないですからブサイクであることを知った違いますよ。え、ヒントありました？ヒントはソクラテスですね。あ、プラトンはこの著作いっぱいありますけど、うんうん、主人公プラトンってないんですよ。まあ確かにタイトルも違うね。タイトルも違うでしょ。一応そうか、出てきさえしない。あのちょこちょこなんかプラトンは出かけてるよみたいな感じで、あ、そうなの？なんかね、はい、そかそか、ちょこちょこ名前は出てきたりするんですけど、その喋ることはしないんですよ。プラトンはずっとソクラテスに喋らせるんですよ。うん、まあその内容はどうであれ、うん、ソクラテスに喋らせる。これがヒントですかね。分かんない。自分がいるかいないか分からないとか。あ、いや、そんなことないな。何言ってんの？ねえ。ねえ、これプラトンはいますよ。ヒントになるの？これが。うん。ちなみに、ソクラテスはどういう人か分かります？はい、まあ、顔の美醜は置いておいて。ソクラテスは、ムッチの血？うんうんうん。を言って、うん、なんか分かんないけど。僕が一番最初ね、
ゆるがくとハウスの第一次選考で、はい、あの無知の知じゃなくて不知の自覚ですよっていうふうに言ったやつね。はい、不知の自覚を言ってなんか民衆惑わすんじゃねえって言われて、はいはい、なんか毒杯仰いだかなんかで、うんうん、グッバイした人、はいはい、バイビーした人ですね。はい、みたいなイメージありますけど、はいはいはい、じゃあ、じゃあまあ無知の知がキーワードでありますけど、あ、無知の知をね、その後に出てきたことがね、もうほぼ答えなんですけど、あの民衆にいろいろ言われたことですか？言われて、最後は、はい、最後はまあ獄中死というか、うん、ですよね。あの死刑を言われちゃって。まあ、自分で続輩を仰いで、まあ、それが死刑の方法だったんですけど、まあ、あ、そうか、そういうことか。ああ、そうそう。で、死んじゃいますよね。死んじゃいます。まあ、とりあえずそういうはい、はい、終わり方をしましたよね。しましたね。え、みんなが何を考えてるかわからないってことですか？あ、でも、うん、ちょっと近いかも。ほう。そこはちょっと近いかも。ほうほうほう。30点ぐらい。ほんとちょっとだった。はい。あの、プラトンは、はい、なんでソクラテスが社会に殺されなきゃいけないのかが分かんなかったんですよ。自分はソクラテスの弟子なんですよね、プラトンは。そうだね、そうだね。ソクラテスは師匠だったわけですよ。はい。でもソクラテスは、だってそれもさ、自分にとってはいいことだし、なんか勉強になるからソクラテスについてたわけで。そうだね。悪いことをね、そう、なんか詐欺教えてもらう兵とかじゃないですもんね。詐欺集団のリーダーだったわけじゃないんですよ。はいはいはい。でも捕まって、そうだね、告発されて死刑になって死んでしまった。そうだね。なんでか分かんなかったんですよ。なんでこんなんなんなきゃいけなかったのっていう。ああ、まあでもなんかちょっと猫ちゃんと近いというか、なんであんなに良い人がこんな終わり方をしないといけないんだみたいな感じではありますね。うん、あんなにいい人だ、うん、なんだからもう国に保護されてもいいんじゃないかみたいな。うん、そうだね。人間国宝ソクラテスでもいいんじゃないか。はいはいはい。それがなんで。民衆の恨みを買い、はい、死刑宣告を受け、はい、殺されなきゃいけなかったか。むずいっすね。ということがね、プラトンには分かんなかったんですよ。あ、最初、あ、なんでっていうことが本を書き始めた最初なんですよね。あ、でソクラテスはなんかこういうこともしてて、はい、こういう活動してたから、はい、なんかいい人だったんじゃないのみたいな、はい、ことをね、まあ、言って、じゃあその師匠が死なないはずの国家ってどんなのとか、あ、師匠はこういう会話をしていた、だから、うん、その死んだのは間違い、死刑になったのは間違いだった、うん、あ、そういう結論に行くんだ、うん、みたいなのをですね、プラトンはまあ考えるわけですね、はい、これがですね、プラトンの始まりのタウマゼイン。あ、でもエモいね。師匠の死だった、師匠の死です、ね、面白いね、はい、ここまで、はい、ちょっとプラトンのタウマゼイン、うん、でちょっとね、アリストテレスが一番最初にどう、何タウマゼインを感じたのかはちょっと僕もアリストテレスの研究はあまりしてないので、ちょっとそこはあの知ってる方がいたら教えてください、はい、でちょっと次回、うん、僕のタウマゼインをちょっとお話そうかなと思いまして、もう本当に哲学を始めるきっかけ。そうですね、はいはいはい、なんかいろんな人になんで哲学やり始めたんですかとか聞かれるんですよ、うん、まあ聞きそうね、答えるのがね結構めんどくさいんですよね。あ、どっから話し始めようかなみたいな、はいはいはい、っていうふうに思ったんですけど、プラトンとかが始まりはタウマゼインだって言ってるから、はい、ちょっとタウマゼイン起点、うん、いいですね、としてね、はいはいはい、ちょっと次喋らせてもらえればな、興味あります、はい、うん、思いますんで、はい、ちょっと次はね、深夜ラジオと僕の哲学というテーマでちょっと話そうかなというふうに思います。はい、わかりました。ということでちょっと今回はこの辺で以上にしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。